まあ、知り合いの方の紹介で、40代後半の女性の方と知り合うことになりまして、で最初は皆さんでお食事したんですけど、そのうち、まあ、その方と2人でお食事しましょうかって、この方が、まあ、48歳の女社長の方なんですけど、まあ、社長さんやってらっしゃいまして、うん、それで、まあ、青山のお店を取っていただきまして、個室なんですけど、うん、まあ、すごいすごい綺麗な個室のところで、まあ、お食事をしてたんですね。で、まあ、こういろんな話をお仕事の話とかしてるうちに、だんだん、まあ、なんていうか、ちょっと、まあ、エロティックな話になっていくじゃないですか、だんだんこう、なるかな、はい、まあ、その時はなったんですよね。なってて、したら、まあ、その流れからもう聞いて驚いたんですけど、意外と女社長会いろんないますよね、すごくレズビアンの方が多いらしいんですよ、女社長の方って。で、この今僕と一緒に来てるこのお店でちょうど同じ席で向こうに座った取引先の女社長さんが、途中からすごいそういう話になって、こう喋ってご飯を食べたらテーブルの下でこう足をグリ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 、この僕の相手してる社長さんの下にこうグリグリグリ足でこうやってきたらしいんですよ。で突然、あ、多分こういう人なんだと思って、まあちょっと避けて、それまたこうグーッと足をこう開いて、またちょっとグリ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 ね、なんかちょっとなんかこうみたいな、なんか誘ってる感じをやってたらしいですね。で結構なんかそういう責められて、でもこうかわしてて、でちょっとトイレ行ってくるって、その取引先の社長さんが出てって、でずっと待ってたら、部屋が開いたらいきなり後ろからガッとされて、胸元に手入れられて、グーッとされて、ホテル行きませんって言われたらしいんですよね。だからその人ちょっと、その僕の相手してる社長は、ちょっとすいません、やめてくださいっていうふうにお断りして、なんか変な空気になって、そのままもう取引っていうのもそれもなくなったらしいんですよ。でそういう話をまあその場で聞いてたわけです、僕は。でそこからその流れで、なんかすごいお互いのなんか今までのエッチを話し合ったりしてたんですね、こうずっと恋のしてきたとか、なんか食べながらお酒も入ってます、お酒も入ってますし、お酒飲まれへん、僕はお酒飲んでないんですけど、シラフやん、ドシラフやん、シラフで物食いながら、ただなんだ、そうです、女社長の方もお酒飲めない方だったんです。うわ、お酒誰も入ってないやん、お酒ないコーラとジャスミンティーでずっとその話をこうずっとしてて、だんだんこうやっぱりすごいエロティックな話になってきて、もう興奮はちょっとしてくるわけですよ、男ですから個室で、はい、ただ別にまあもう初めてのお食事で、もちろんあの男女関係もない人ですから、ね、初めてのお食事なんで、でなんかもうちょっとすいません、トイレ行ってきますって、トイレに僕行って、普通に用を足してる時に、なんかふとその取引先の女社長の感じがなんかこうグッと入ってきたんですよ。女社長はトイレ行った時どの段階で決めてたんだろうっていう、そのグッてやるってことを、いやいや、おかしいおかしいと思ったんですけど、悪い俺が試してみろよバカ野郎っていうの来たんですよ。来た、はい、でも、もうちゃんとリスやるやつが、何言ってんだバカ、やめとけやめとけそんなのって言って、試してみろよバカ野郎、やめとけバカ野郎、やめとけ、でバカ野郎が勝ってしまったんですよ。でもうこれ、もうこれはギャンブルだと思って、普段博打やりませんけど僕は、ギャンブルだと思って個室に行って、同じ風に後ろ姿が見えたんで、はい、後ろからガッと入れて、グッと胸に入れて、こうやってされたんですかっていう風に言って、おうおう、そしたら、そうってホテル行きませんかって言ったら、その人がこの場でちょうだいもうって言ってベルト外してきたっていう。なんやん、やめなさいお前な、なんなんすか、やめなさいそれただのお前、本当にやったら怖い話何も滑らない話じゃないよな、滑らないんですよお前、えがせよお前、え子供たちも天使と悪魔のくだりは笑ってくれててんのお前、やめとけアホ、番組ちゃうねん、え違うんですよ、違う違う、それギャンブルに勝ったって話ですよ、僕のギャンブルに勝ったって言われてるだって僕はトイレで自分でギャンブルでどっちだろうって言ってそこ行ったんですから、一番罪を感じてんのはあやべーって言うたしか子供が僕にいてまして、はいはい、でやっぱ離れて住んでるんで、やっぱ教育っていうとやっぱ一緒に住んでるお母さんのが入ってるんですよね、はい、で留守番する機会があります、向こうに行った時にうちの子と僕だけでお母さん出かけてて、で遊びに行こう、公園に遊びに行こうっていう前に、トイレ大丈夫かって言ったら、あ行っとくって言って、うんちをしたいって言ったんです、うん、でまあまだちっちゃいから一応うんちもちゃんと拭くとこも見たらんとあかんからついていくんですよ、はい、一緒に入って、はい、で後から聞いたんですけど、その元奥さんの教育でお尻の拭き方を下手になったらあかんからって言って、
ウォシュレットを使うのを禁止にしてるんですよ。うん、でも使うなって言うたら子供って使うから、このボタンを押したらすっごいドリルが出てきて突き刺さると、うん、怖いね。だから絶対触ったらあかんよって言ってて、子供はそれを信じ込んでるわけ。ちっちゃい子供です、はい、ただその教育は僕知らないから、はい、トイレやって出たって言ったら、あのこれ押しって、普通にウォシュレットのボタンをこれ押しって言うわけです、僕真正面で。でも押しって言ったけど、子供にとったら愛する親父が死ねっていうことなんですよ。だから自ら押して死ねみたいな。で、すぐ僕は出かけたいから、何してんの、はよ押しいやっていうわけなんですよ。子供は信じてるからもうガクガク震えてきて、どうしてんどうしてんって言うけど、それを理由は言わないですもん、恐怖すぎて。で、押されへんのか、パパ押したろかって言うと、いやーって自分で押すかなみたいな、もう葛藤なんですよ。パニックなんですよ。ドリルが出るのを人にやられるか自らやるか、どっちでも結果一緒やから、どっちでも一緒なんですよ。でパパに殺されるか自分でやるかっていうので、すごい葛藤があるんですよ。でどうすんねんって、もう早く公園から、もうどんどん暑くな、朝やったんで暑くなってくる、日が出てって言うて、ほんともう泣き出したんですよ。やっぱ男の子が泣くと、なんでこんなことで泣くのってやっぱり悪いから言ってしまうんですよね。こんなんで泣いて、なんや泣き、何があってん、説明してみって言うけど、まだその親に殺されろって言ったことを説明する術はないんです、気持ちも分からないから。で、押すでって言ったら、もう両手で僕の手つけて、待ってっていう、そうですね、ドリル出てくる、なるわけですよ。ほんでもう自分でもう号泣で、でやっぱ決まるんですね。ああいう時って子供って自分でも覚悟するんですよね。愛する人にそこまで言わないんだったら分かりました、パパ押してって言うんですよ。でそこの重大さがあんま分かれへんから、押すでって言うて押したら、まあ普通にピューってお湯出るまで時間差あるんですよね。ウィンウィンウィンっていうのはもうドリルが浮かんでるわけなんですよ。音がなぽいわ、またでウィンウィンウィン言ってお湯あったってた瞬間に、僕後から知らんと説明わからなかったですけど、当たった瞬間にパパありがとうって言った悲しいわ、めちゃくちゃ後から知りてむちゃくちゃ泣いてもて、お礼言うてたが親に殺される子は最後お礼言うて死んでいくねやってちゃんと言ってこの、すごい、なんかもう情緒が変ねんから怖い、そうそう、どう聞いてか分からないよ、なんかちょっと泣きそうにもなる。多分ここにおられる方の中で誰一人ほとんど知らないと思います。放送作家のさだっていうのがある、はいはい、でこいつがまあ、放送作家としては僕はどのぐらいの能力かは知らないですけど、はい、とにかく人間として相当なポンコツなんですよ、はい、でもう容姿ももう妖怪みたいな容姿で、はい、ねえ、もう腹ぽっこり出て、はい、ほんと気持ち悪いんですけど、はいはい、でこいつがね、何がポンコツかっていうとね、どういう覚え方をしてんのか、とにかく知識がもうめちゃくちゃなんですね。でもおしゃべりやからずっと喋ってる、はい、でいちいちこいつと喋ってて突っ込んでたり、もうなそこ違うよって言うてたらもうキリがないんで、はい、基本俺も無視してるんです、はい、で悲しいかな、こいつと今おる時間が一番長くてね、はい、まあ仕事絡みもあっていろいろ一緒にいるんです、はい、でこいつとね、またこれがあのランチの会とはまた別に芸術鑑賞会みたいなのを僕たまにやってて、と、うん、いうのはそれは今まで見てこなかったものを見ようと、はい、でちょっと休みの時があったら例えばクラシックとか、うん、オペラとか、うん、劇団四季とか、うん、宝塚歌劇団とか、はい、意外とみんな見てない、はいはい、見ると、しかもそれをマネージャーやその何かに頼んでチケット取るんじゃなくて自分たちで取って、うん、まあ、そんな遺跡じゃないかもしれんけどちゃんとお金を払ってみたらなんかこう得るものがあるんじゃないのかっていうのをやってるんですよ、はい、でその佐田ともほんと先々月ぐらいですよ、佐田今度何見に行こうかって言ったら、いろいろ仕込んでますってほんまそっくりなんですね、いろいろ仕込んでますって言って、こんなんどうですか兄さん、こんなんもありますよってほんまこんな喋り方、はい、で、いやそれはないか、それはさすがにしんどいんちゃうかとか、うん、チケット取られんちゃうか、はい、そんな中森進一コンサート、はいはい、なるほどと、うん、俺考えたらあの人生で会ったことないし、生歌聞いてみたいな、
って思って、はい、あ、それええんちゃうかって言ったら、わかりました、最速チケット取りますねーって、で、取ったんですよ、はい、で、取って、で、いよいよ、まあ、あの明日コンサートやってなった時に、はい、まあ、まだ仕事一緒で楽屋で二人きりになって、はい、いよいよ会いたいですねー、で、森進一コンサート楽しみですねーって言うか、あ、そうやな、明日やなって言って、僕ね、もうあの歌一番聞きたい、僕あの歌が一番好きなんですけど、やっぱりあれ無理なんでしょうね、冬のラビオリって言ってで、まあここでいちいちも言うててもしょうがないんで、まあ無視ですよ、あるあるです、で無視してたら、あれ兄さん、あの例の事件のこと知らないんですけーって言うんですよ、はい、あのね、あの悪友さん、作曲家の悪友さんが冬のラビオリを作って変な歌い方をしたからいて、もう今ももめにもめてコンサートでは歌えないんです、にゃーって、で、あ、これはもうとっちらかり出してるからそうですね、問題がいっぱいになってきたんで、これはさだ、俺ちょっと待って、俺にちょっと時間くれへんかって、でさだよって、まず冬のラビオリっていう歌は存在せえへん、冬のリビエラやな、はい、しかもお前一番好きなんやったら、はい、そのタイトルは覚えとかなんか、ましてや冬のリビエラっていうのはサビが冬のリビエラってタイトルとサビが一緒やな、はい、そこを分かってないってことはもうその歌を知らんのと同じやなしっかり怒りましたね、うん、それとなんか今ごちゃごちゃ揉めてるっていうくだりなんやけど、はい、どうも俺がそれ推測するに、それおふくろさんのことやな、はい、おふくろさんと冬のリビエラをなんで間違えるんだしかもおふくろさんも冬のリビエラも悪友さん全然関係ない、で、あの人作曲家じゃないな、作詞家やな、そうですね、で、おふくろさんの作詞家の、いや、川内広範さんが待ったをかけて今揉めてんねん、うん、いや、今揉めてるというか、それはもう終わったんや、うん、とっくに解決してんねんなっていうか、川内広範さんはもうお亡くなりになってんのよね、関係ないかもしれんけど、悪友さんももうお亡くなりになってるしな、だから、ゆえに明日のコンサートなんやけど、あ、森進一さんはおふくろさんも歌うし、うん、冬のリビエラも歌うと思うの、うん、確実に歌えへんのは冬のラビオリやな言ったな、言いましたね、すごいですね。次の日あのコンサート行きましたよ、はい、森進一さんやっぱり冬のリビエラ歌ってました、さだどうしてるかなってバー見たら、なんかリュックの中でオペラグラスずっと探してるちゃんと見ろや大好きなんちゃうか、大好きなんちゃうかよ集中してない、腹立つわ、そうあるあるやな、もっと見よう思って見てないけど僕一応あの吉本新喜劇で、まあ、あの座長というのをさせていただいておりまして、まあ、座長というのは台本を作ったりとか、ね、キャスティングしたりとかするのがまあ仕事なんですけど、あ、はい、まあ、新しい子たちがですね、こうオーディションで入ってきたら、うん、まあ、合わないですよね、うん、なのでこうキャスト表というのがあって、今週この人たち空いてますみたいなところで、まあ、池野とか島木って書いてたら大体分かるんですけど、うん、入りたての子なんて例えば松本とか、うん、その宮川って書いててもその背が高いのか低いのか男か女か、うん、どんなキャラさえも分かれへんから、この使いようがないというか、うんうんうん、だからいつも、いやもうそれやったら一回ちょっと面談させてくれって、まあ、偉そうですけども、うん、その入った子たちをちょっと集めて、うん、あの姿形人となりをやっぱ知ったりとか、どういうことをしたいというのをやっぱ聞いてからキャスティングしようと思って、うん、ほんで、名前はなんていうの、じゃあ名前、都市、どこ住んでるか、で、まあどんなバイトしてるかとか、そんなん聞きましょうかみたいなで、まあ一人ずつ言ってもらうんですね。でやっぱりその子たちにはやっぱり方向性いろいろありますから、真面目な回しの役をやりたいのか、島木さんみたいにもうギャグで行きたいのか、メダカさんみたいにボケたいのかあるので、じゃあ新喜劇で憧れてるというか、どういう風な方向性に行きたいとかいうのがあったら教えてくださいみたいな、割とみんな、男前の子とかやったら僕は石田さんとか内場さんみたいに回しをしたいと思いますと、あ、そうなんと、で女の子とかやったら、まあ、島田珠代さんみたいにボケたいですみたいな、あ、そうなんとか、あ、へえとか言ってたら、ちょっと男前のなんか来た時からなんかちょっと生きてるなっていう感じの子がおったんですよ、すごい座長と会うだけやのに金目金目の、まあ多分収入もそんなに少ないのに、おそらくちょっと高そうなブランドの服のなんかふわっとしたズボンもグーンってしたこうねやつとか別に履いてこんでええやんっていうのを履いてきてる
ほんで、ただダチョウと会うだけやのに思いっきり髪の毛もねじり倒して別にええがワックスでそれが人となりや金目金目で来てるなっていう子がおったんです。まあでもそれでも全然うちの後輩ですからいいんですけど、じゃあ誰に憧れてますかみたいな。いや僕はやっぱり石田さんとか内場さんのようなやっぱりこうみんなを回しながら、まあ、芝居とかをやっていくようなまあそういう風な役をやりたいなと思ってます。僕はだから石田さんとか内場さんに憧れてるんですよ。で音楽関係といえばミスチルの桜井さんとかに憧れてますけど、わけのわからんこと言い出すで僕まあ知った仲やったらはぁお前何やそれとか言うんですけども、うん、初めてですし向こうも緊張してるやろから、うん、あそうなんへえみたいな、うん、とかでもいろいろ思うことありましたやっぱり、言いたいけどやっぱりわーってそこで言うたりとかしたらトラウマになってもあかんし、うん、うーんとはそうへえとミスチルの桜井さん好きなみたいな。でもやっぱりそこで流そうと思ったんですけどやっぱ流しきられへん自分おったんで、でも罵倒しようかなと思ったんですけど罵倒するのもちょっとちゃうから、うん、あじゃあ桜井さんと内場さんだどっちの方が好きなみたいな。いやそれはもう内場さんです。それはもう音楽方面で言うとミスチルの桜井さんって言うだけで本当に僕が憧れてるのは内場さんとか石田さんとかああいう回しの方なんです。あそうなんや。もう軽くパーンってジャブだけ入れてその流したんですよ。その子の名前パッてこう見たら名前が佐世っていう名前だったんですよ、うん、佐藤の佐にやったと思います、うん、で瀬戸内海の瀬、うん、佐世っていう名字全然いいんですよ。それはもう佐世家の方には別に何の恨みもないですいいんですけど後でそのね社員に言うたんですよ、うん、お前な言うて佐世いうやつを入れるな言うてで入れるんやったら改名するっていうことを確約した上で取らなあかんで、ね、そんなもんなんでよ。そら僕は改名なんかしたくないですとか芸名つけたいとか芸名つけたくないです佐世で行きたいです言うて新喜劇でね、まあ、男前ですが真面目な役ですやん、芝居の役やるとき佐世佐世って言ってもお客さんなんかうんってなるじゃないですかその苗字っぽくないとか木村とか山田とか言ってんだわけ佐世でそのそこで名前が終わってるか終わってへんかもわからん名字でややこしいですよ。おい佐世いや佐世っておかしいそのすごい知名度あたりですけど全然知らないやつパー出てきて髪の毛こないしてねじり倒したやつがパー出てきておい佐世え佐世って何ってなってお客さん気になるじゃないほんで犯人の役かなんかしとっておいナイフで刺すな佐世どっちやねんってなるやめたらええやんだからその設定やめてその芝居の邪魔になる苗字の人は佐世家には何も悪くないですけどあまりこう良くないんじゃないかとでその改名とかその芸名つけるということは社員の人に言うたんかって、うん、いや言ってなかったやつ、うん、そりゃそうやでお前佐世言うセリフなんか俺よう書かんわ言うてほんでまあそれはあれやけどしれっとちょっとそのあんまり帰ろうって言うたらその佐世家の人が怒ってきてもあれやしその芝居的にちょっとややこしいこともあるから芸名つけたりするのどうかなみたいなちょっと軽く提案してみるのしといてって言うたんですね、うんうん、んだら一月ぐらい経った時に髪の毛ねじり倒したこんなジーパン履いた男ファーって来て、うん、あそのねサセが来て、うん、あ小籔兄さんあの僕芸名つけることになりましてあそうなんやへえみたいなあのこれからサセ改め桜井で行かせていただきたいと思いますえまあ内場さん憧れてるから内場にせえとは言わんけどそれはできへんけどミスチルから取んのミスターチルドレンでいやもう新喜劇の池のメダカというミスターチルドレンおるからもうそっち憧れたらええやんなんやこいつって変な若手が入ってきましたというお話あまだやってますやってますやってますほんまに桜井にほんまに桜井という名前でやってます、すごいねちょっと見たら笑ってもらえるその話聞いたから変な先入観でこっちの方が気になるそうですね、まあ、でも栄光今は栄光桜井言った方が悪手前そうですもそれだけしかないですもんねもちろん、うん、まあ別の知り合いの方から50代半ばの、うん、デビューの方と知り合うことになりまして知り合うねん、はい、50代半ば、はい、50知り合うねん前あやぶいくつよ僕36ですで57歳の方 20ぐらいそうですね20ちょっと上の方だったその方と、まあ知り合うことになりまして、うん、でまあその方が結構電話とかで最初やり取りしたんですけどとにかく年寄り扱いをされるとものすごい敏感に怒る方なんですよ。結構こういう塾女の方とかそういう方って多いんですね、うん、その方も1時ぐらいに前に寝てるよねごめんってメール入れたらすごい猛スピードで電話かかってきて寝てないしそんな早くにっていうふうに1時で寝ないから2時3時まで起きてるからって
舐めないでよみたいなことがかかってきて、で舐めてない、別に舐めてるわけじゃないですけど、いちいちだから微妙なところで、で会話の流れで、そういうところでなんでそういう技が出たか分かんないんですけど、生き物係ってグループがいてって言って、いや知ってるから生き物係ってそんな言わないでいてとかってそれはちょっと分かってるから、いちいち言わないで、なんかのタイミングでまたファーストフードとか食べるんだ、いや食べるから言わないでっていうようにすごい年寄りつかしないで、一緒だから若い人とっていうのがものすごい強い方 でその方とまあご飯を食べて、でまたお互いのなんていうんですかね、いろんな今までのエッチのこととかをまあそういう流れになんかなって、なるな、それお酒入ってるんで、飲ませコーラと黒ウーロン茶とかで、そういうふうな話になって、でまあちょっとまあこういろんなねお話をしたんで、ちょっとお部屋来るって言って、その方のお部屋に行ったんですよ。で行ったら、まあそんだけね若い人と一緒に扱ってみたいなこと言ってるから、部屋見たらもう57歳の方が住んでる部屋とは思えないぐらい、もう20代の普通に女性が一人暮らししてるんじゃないかなっていう部屋だったんですよ。やっぱしっかりしてんなと。でちょっとでまあ喋ってて、まあずっとなんかちょっとエロい話をこう話しながら、こうやったらちょっとシャワー浴びてくるってシャワーを浴びに行ったんですよね。で浴びてずっとまあテレビつけて待ってたら、ガチャって開いたらバスローブをもう着た状態で着て、はい、であれと思って、そしたら、まあ、テレビ見てたらいきなりもうすぐ僕の横に座り、なんかブワーッというまあね、言っても男女一つ屋根の下にいるわけですから、そういうふうな流れになるわけですね。で流れになって、まあグワーッと僕もすごいもう興奮してますから、お店のノリがあるんで、でグワーッとこう攻めてブワーッと行って、でまあ一応男の責任としてバックにまあちゃんとこう取り行こうと思って、エチケット的なことを取り行こうと思って、その手を取られて、いらないいらないそんないいからみたいなような感じになり、そのままもう興奮してグーグーって攻めたら、ちょっと待ってよ、もうでも若い子じゃないんだからゆっくりしてよって言ったんですよ。そこははっきりおっしゃるんだなっていう、そこは若い子じゃないのはっきりおっしゃるんですねっていう話何言もうええがせよお前、もうもうあんだけ言ってたのに、何やあんだけ言ってる、そこははっきり若い子じゃないのにっていうにおっしゃるんですねっていう、お邪魔おんねんからお前成長を促進さすなお前、こんなところでアホか、生き物係に謝れよお前勝手に名前使いやがってな。すみません、申し訳ありません。人間ドック行きました。あ、それは行かなあかん。ね、でも年柄ね、でも絶対行かなあかんし、まあ行ったら行ったで何しかこの年になったら出てくるもんで、それは結構ショックのことが多くて、まあ膵臓とかも数値悪くて、腎臓とかも悪くて、でいろいろ引っかかったんですよ。マネージャーが持ってきてくれて、ほんで。ちょっとこれえって一番ショックやったのが、僕プロフィール身長168やのに、人間ドックで測ったら 161.9 しかなかったんですよ。そんな縮む、はい、7センチ、そうなんです、だからチビやん、チビなんです、チビーって思ったやろ、はい、ほんでほんま記者会見、アイドルやったら絶対記者会見せなあかん、詐称中の詐称、炎上するやつやな、炎上ですよ。でも恋にやってたわけちゃうねんけどな、恋にやってたわけじゃないんすよ、普通168っていうイメージ、なんかずっとデビューから168センチは161.9しかなくて、なかなかのもんや。でもチビやもんな、チビなんす、ただのチビで、チビではないですよ、チビ病気持ちのチビやったんすよ、そんなことないですよ。でやっぱりもうすごいこの死とか感じ取って結構なんか再検査とかもあって、ポリープも4個とかなって結構へこんで、まずやっぱり僕ら子供が浮かぶんです顔が、で電話ですぐ教えたろうって思って、でも最悪の場合を言おうって思って言ったんですけど、なまだそれも教育でお母さんは喧嘩してもどんな悪いことされても謝ったらもう許してあげなさいっていうのを教えてたみたいなんですけど、僕が電話して何々とパパ今日病院行ってたらな、お腹の中いっぱいなんか見つかった、大丈夫やねんけど、でもほんま半泣きで、パパもうお前が約束したけど20歳になった時に一緒にお酒飲もう言ってたのに
無理かもしれん、ごめんな言ったら、うん大丈夫よすぐ許してくれお母さんからの教育ね、行き届いてるから、うんうんうん、話に哀愁ありすぎやねやっぱそうっすか、哀愁ありすぎやし、俺の横でようその話したなガッツリあかんかったバージョンいやまあ今はお元気で大丈夫かな同じことやった俺も、いやその時期やったから本当にそれがもう浮かんで、まあ、まあまあまあでもね、よかったよね、何事も、ツヤと哀愁の連続ですからね、そうお前で何の3年やさっきねやかましいやもう始まりますからね、お願いしますよ、これね、この話を滑らない話って言っていいのかちょっと分からない部分もあるんですけど、いやまあでもあの本当のこの間なんですけど、僕あのランチの会っていうのをね、ちょっと今年入ってくるからやってるんですよ、それはあの陣内にね、あの後輩をちょっと呼んでもらって、後輩って本当に僕も知らん、もう全然テレビも出てないな、名前も知らないな、若手ですよ、呼んでもらってあの陣内とかとこうランチをしながら、なんとなくこううだ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 喋るっていうね、そのランチの会っていうのをやってるんですよ、なんか何かになるんちゃうかなと思って、であのこの間の子でね10人目になったから、でも10人集まったんで今度ディナーの会紹介全員で、まあそんなこともやってるんで、それはまあいいんですけど、でそれであの毎回場所は変えるんです、でこの間はほんの3日4日前ですよ、六本木ヒルズの、まあ、ちょっとした個室のレストランで、あの、まあ、陣内とこう、GAG 少年楽団の宮戸君っていう、まあもう本当初めて会うた子と、ほいでまあこうまあや飯食うてて、まああの、それはいいんです、もう雑談なんで、で陣内にね、陣内お前この後何すんねん、何って言ったら、ああ僕ロケです、ああ ロケなんや、どんなロケって、いや違うんですよ、この間ねあの1回やったらえらい評判が良かったんで、うん、あの急遽第2弾いうことで来たんですけど、なんかあのちょっと都心まで出ないといけないんですけど、なんかゴミ屋敷に住んでるおっさんがおると、うん、でこのおっさんはもうほんと一人暮らしで、はい、もう放送コードギリギリのおっさんなんですよ、はい、で1回行ったら、まあ、そのおっさんのキャラもあってえらい受けたから面白かったからもう1回や言うて行くことになるんです、はい、ああそうなんや、で今日は何すんのって、そのおっさんがとにかくもう足の踏み場もないぐらいのゴミ屋敷で、うん、でもう害虫も多いしもう悪臭漂うんですけど、うん、そのおっさんがねなんかね青大将を買ってて、うわ買ってたんかな、なんか分からんけどもう逃がしてもうたんですって、で部屋のどっかにはおんねん、たまには見んねんって、でもどこにおるかもわからん、うん、それを掃除しながらおっさんと青大将を探すというロケなんですああそうなんや、陣内そうなんや、えで今日はこれ37度ぐらいあるよなと、気温が夏で、そのおっさんの家はクーラーはないです、はい、ないよな、で悪臭があってだ室温はそれも40度を超えてるよなと、はい、あ超えてるかもしれないですね、はい、ほいでもね、あのいう蚊とか持って噛まれたり刺されたりもするやろ、はいはい、何よりも青大将に噛まれるかもわからない、はい、あそうですね、きついですね、でどれぐらいかかるの、いやもう夜までかかるでしょうと、シャワーも浴びれない、多分もう汗もダラダラかくでしょう、陣内あのさって俺こう悪いね、ほん正直なとこね、俺そのロケ行くぐらいならこの六本木ヒルズのこの綺麗な空調の効いたレストランで、はい、うんこ食べる方がマシやった、はい、そしたらね、はい、陣内がいやそのさそれはないですと、これそれはないです、確かにきついロケですけど、はいはい、僕はゴミ屋敷の方がいいです、はい、マジで言うてんの俺は全然こっちのうんこの方がええわ、うん、って言ったら、はい、もう他にもその放送作家佐田とかおったら、はいはいはい、その GAG の彼とかにも聞いたら、はいはい、いや僕もロケがいいです、はいはい、嘘やろと、はい、で GAG の子なんか僕はうんこは食べたくないです、いやいや違うね、俺もうんこ食べたいわけじゃない誤解せんといて、俺別にそういうことじゃない、はいはい、ただそのロケは10時間ぐらいかかるやん、多分、はいはい、もう行き帰りの交通なんや合わせたら、はいはい、なったらそれ終わってからも仕事まだ1個あるっていう、シャワーも浴びんと仕事行かなあかんから、はいはい、この綺麗な空調の効いたレストランで
で、ワンスプーンのうんこ、はい、1秒で済むやろ、はい、絶対こっちの方がええやんか、はい、で、考えられないですと言うんですよ、はい、マジかお前らって言って、はい、その場はまあ一応終わった、はい、でそのまま僕ガキの使いの収録があったんで、はい、楽屋に行ったら、はいはい、もうココリコとか山崎とかスタッフが、はい、大部屋なんでいるんですよ、はい、聞いてくれと、うん、こういうことが今日あって、はい、みんなロケの方がええって言うねんって言ったら、はい、全員がロケの方がいいですいや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 、はいはい、2秒で済むやん、1秒2秒で済むやん、はい、俺何やったらね、はい、この先のきつい仕事、はいはい、うんこ一口で済むならやるで、いやいやいや、運パスカードがあんやったら俺運パスで行くね、運パスカード年3回は運パスで行くいやっていうかお前らさ、お前らその運行がそんなに嫌って意味がわからんねん俺は。いやいや、なんでそんなに運行が嫌なん。だってそれは運行したことないやつらの言い分やん。うんこしたことあるやん、身近にうんこってあるやん、そんなにお前らにとってうんこってなんやねんっていうか、はいはい、ほなあいつらがでかい声でうんこってあなたにとってなんなんですかって言われて、すごい空気が悪なったっていう。いや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 、ここで聞いたって。いやロケですよ俺、ロケ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 、綾部、はい、お前うんこやろ。ちょっと待ってよ、いやちょっと、それ話変わってきますよ。お前嘘をつくなよ、お前僕もちょっと松本さんのところありますけどお前は好んでうんこ行くと。違います、お前うんこ行ってからロケ行くやん両方行ってんだよ。いやいや、マジか。必ず言うねん、それでも誰のうんこかにもよりますねっていう。あ、それは、いや、そんなんどうでもええわ。それはもう次のステージの話や、ね、人見て決めんのは。そんな今そんな話してない。いや、境目が分からん。ちょっとこの話を僕はしときたかった。まあ一発目に適してたから、ね。あのこれ僕あの NSC の、 タレント養成所に出た時の話なんですけど、はいはい、あの僕まあ高校3年生で、まあ、僕通ってたんですけど、はい、そこにあの同級生の女の子のコンビがいて、それが大正不動産っていうコンビやったんですよ、はい、でなっちゃんと香里ちゃんっていう、うん、で香里ちゃんの方が高3で僕と同い年なんですよ、うん、でなっちゃんっていうのが2つ下の高1の女の子なんですよ。ほんで、NSC の授業が終わって、まあ、ファーストキッチン、ね、まあ言うたらファーストフードに行って、まあなんかハンバーガーとか食べながら雑談してたら、その高校1年生のなっちゃんの方が香里ちゃん言うて、なあ悪いんだけど あそこ見せてくれへんって言って女同士だよね、見に塞いでくださいよ、もうね、お前やってるやってる、隠し屋さんだよお母さんごめんなさいね、うん、まだ大丈夫よお母さんごめんなさい、でも僕言いますよでね、 あそこ見せてくれへんって言うた、何言うてねんな、あんたなんであんたにあそこ見せなあかんねんな。じゃあ言うわね。いや違うね、あ なっちゃんな、あのなんか変やねん。いや 何言うてんねんな。いや違うねん、ほんま香里ちゃんほんま見せてくれへん、なっちゃんの変やねん。でなんでえな言った、いやなっちゃんなあの鏡なまたいで見たらななんか出てきてんねんって。なんやねんなそれで、僕も何の話してんねんな言うて、もう僕の遠い面でやってますから、ここでやってますから、もうやめて言うて、ほら見せてくれへん言うて、そのやり取りが結構続いたら香里ちゃんの方が、うん、分かった見せてあげるわってなったんですよ、うん。でいやもうここでやめときいな言うてて、うん、でもまあ見せて言うて、ほんでまあこうやってスカートガーやって、そのなっちゃんの方は香里ちゃんの見たんですよ。ほんで、あやっぱりなっちゃんの変や言うてるんですよ。ほんでいやもうちょっともうやめてこんなとこでってなって、ほんでいやほんななっちゃんも見せえなと、どんな変か私の、あ私見てあげると、うん、私の見たいんから見せえなここで、うん、いやな、いや見せえな言って、誰も言わへんし、分かった見せるわって言って、で香里ちゃんがなっちゃんの中入って見て、いやあんた生理やんって言ったもうええわ。いやあのねこの話尼崎で札幌でしてますからね
ほんま、なんでなん。もう覚えたわ。なんでなん。多分俺の方がうまいこと喋れると思う。ちょっと違いましたね。何なんですか。喋ってるんですね、これ。なんでそれ一発目で持ってくるわけ。なんで一発目でそれ大輔さん。いや、これを言うとくとなんかエンジンかかるんですよ。新喜劇今100人ぐらいおるんですかね、若手が、はい、あのたくさんど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 ん入ってきているので、まあ、なんとなく100人おるんですけども、その中にはやっぱ辞めた人とかもおるんですが、まあ、いろんな子が入ってるんですけども、さっきの佐世、ね、桜井は結構、まあ、おしゃれで、まあ、生きてたんですけど、それよりも先におしゃれで生きてたやつがおって、それず中っていう名前のやつなんですよ。中って、ほんまにあの中っていう中の子、中や、はい、まあ、中っていうやつ、ほんとおとなしい、下手れ満開、本当に顔むっちゃでかいのに耳めっちゃちっちゃいみたいな。別にええわ。おとなしい感じの。下手れ満開なんです。ほんでまあおとなしい、まあええ子なんですけども、下手れ満開なんです、ずっとこう。ええ子なんじゃない。ええ子なんですけど、下手れ満開、おとなしい。何回言うねん、下手れ満開。ずっと中っていうね。で僕もああちょっとこの中に中さんいらっしゃったら失礼なんですけども、本当にその子ずっと見てたら、いや中っていう名字も大変やな、小屋分も大変やけど、中って大変やろなと思って。中村って言われた時もビクってなるやろし、中村とかいうそのえあってなるやろな、だから多分耳も小さくなってきたんかなとかそのやっぱ中村とか中田とかそういうのをこう遮断したいから耳小さくなってきたんかな、逆にでかなるやろか、よう聞かなあかんやかなとか思いながら、そのヘタレ満開のやつの横顔ずっとこう見てた、何やねんヘタレ満開って。そいつが唯一ヘタレでおとなしいし、おとなしいのに生きるところがおしゃれポイントだけなんですよ。ほんでそのお金もないのに、ダッサいのに、頭でかーってスポガリみたいな人で耳ちっちゃいくせに、すごいおしゃれにこだわってる感じだったんですよね。で僕はまあ大阪でまあちょっとこのおしゃれな町みたいなとこ住んでるんですよ。それはたまたまですけども、お経でいうところの代官山みたいなところでしょうか、周りに服屋さん、カフェ、美容院ばっかりがあるようなところに住んでるんですけど、まあ公園そのとこで娘遊ばしてますから、その帰りすぐにちょっと服買いに行くとか、ほんだらある時そのヘタレ満開中君が、小籔兄さん、あこのセレクトショップ行ってるんですねとか、え、何とか言って、なんとかっていう店、小籔兄さんよう行ってるって聞きましたけどみたいな、であれその店おどこと、あの公園の前に、ああ公園のあこのとこ、上のとこな、あああれちょうどあの公園の帰りにちょっとあこ結構揃ってますよねとか言うてくるんですよ、うん、これ見てください、これアディダスとどこどこのコラボなんですけどとか言うんですけど、あそうね、僕は別にそんな興味ないから、あそうなんへー、あそれあそこの店で買ったんちゃいます、これね高かったでしょ、すごい欲しいなと思ったんですけど、いう感じなんですよ。あそうなーとかで、まあそのね後輩ですから、おいとか言うこともなく、あそうなんへーとか、ほんですごい自分は新喜劇の若手の中ではもうおしゃれはいけてると、他の部分では負けてるけども、俺はもうおしゃれだけでは勝ってるみたいなのがちょっとチラチラ見える子やったんですけど、僕ら新喜劇の衣装っていうのはもう全て用意されるんですよね、大月衣装さんに服を用意してもらって、波原さんに靴を用意してもらうんですよ、なので全然それはもう着たいもん着てるというよりも用意されたもん着てるだけやから、別にその服のには何もこだわりないんですけど、ある時高橋靖子さんという女の人がサンダルを履いてたんです。サンダルって大体先っちょこうなってるんですけど、そのサンダルはたまたまこうなってたんですよ、こう分かります、先っちょがスパンって切ったみたいな、まあ、それを履いてたらしいんですけど、僕全然知らなくて、初日前ですかね、バーって台本読んで、あどうしようとか思って、ね、高橋さんもここにいてあって、ほんだらそのさっきのヘタレ満開おしゃれ野郎の中君がバーってその安子さんのサンダルがすごいおしゃれやと思ったんでしょうね、初日やからほんまに芝居の話以外別にせんでええのに、やすこさんのサンダルめっちゃおしゃれですやん、トゥーがスクエアですやんって言ったんですよ。なんやそれお前、トゥーがスクエアってなんやねん。で僕もうセリフ覚えなあかんし、ね、内場さんからいろいろ言われてるからこう、あーいやーって言ってトゥーがスクエアですやん、やすこさんもあうんって、別にね自分がこうたサンダルやったらそやねんとかですけど、ただ渡されて履いてるだけで、そんな衣装に何のこだわりもないのに、やすこさんのそのサンダルめっちゃおしゃれですね、トゥーがスクエアですやん、あ、うんってなって待ってみたら耳真っ赤っかでしたけどというお話でなんやねんこれ、おしゃれで生きるだけのやつはカスばっかりです、だいたいしゃくれんねんなお前、嫌なやつにしゃくれん、嫌なやつほんましゃくれてるよ、苦闘点でしゃくれんねんなんかこうなんで君がおしゃくれんねん、星も出ないんだ、星田さん、はい、まあこの世界入りたての時ってやっぱりそうやって生きたり
来て、はい、まあ NSC って養成学校あった時に、僕も18で入ってデビューした時にまあ20歳とかなってたんですけど、やっぱり取材とか受けた時に初体験とかを嘘ついてたんです。やっぱり高校時代に住ましてたって言っても、僕がっつり NSC 入って、よっちゃんっていう女の子と恋愛して、その子と結ばれたん初体験、で向こうは1個年上なんですけど、やっぱり僕もその慣れてないっていうわけにいかないから、生きりたい盛りだから、最初の僕が一人ぐらいしてた部屋で結ばれたんですけど、ちゃんとやっぱああいうのって用意してて、ここにこう小ダンスみたいなのを買って、枕元でなんか本読んだら、コンドームつける瞬間ってダサいとダメだよねみたいな、なんかそんなの書いてるそういう恋愛マニュアルみたいなのあって、スッとやるのがかっこいいよねっていうのあったから、すぐ取り出せるようにこの小ダンスのとこに置いてて、小ダンス小ダンス本当小ダンス、そのために小ダンス、そういろいろ薬とかいろんなもの入れてるんだ、この小ダンス、小引き出し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 、でまあああ電気消してとか言ってああってやってて、でまあそういう感じになった時にここやって思って、小ダンスからこうバッと開けて、その止まったらダメだみたいなの書いてたんで、なんかこう流れるようにやってこう袋を開けたら何も出てけへんかったんです、中がなくて、で焦ってるからかなって言って、この物が落ちたんかなって袋を破った覚えがあるんですよ。これないないないって、そんななんか初体験で不良品とかそんなん嫌やでって電気つけたら、真っ黄色で、ほんで触れたとこも全部真っ黄色で、袋見たらパブロンやったんですよ。緊張してるしね、て緊張してるし、あれ同じ大きさやな、同じ感じ、ほんで切り替えも同じ感じやな、サイズも似てますね、そうなんですよ、シルバーの感じも、なんか暗いからそこの感じ取って破って、よっちゃんパブロンまみれだったよ、でもだから流れるようにってあったから、やっぱりよっちゃんのおっぱいとかにも黄色いのついてるわけだから、自分でこうやっと持ってるから、パブロン塗りたくても、そうか、早めのパブロンやから、ね、間違いない、ね、間違いない、すごいね、もうしもしもしもなってる、しもしもしもじゃないですか、お願いしますよ、参りましょう。滑らない話というよりは、ちょっと僕の思いみたいなのを皆さんに聞いてほしいんですよ。はい、本当これ僕個人的な考えなんですけど、僕は世の中に神はいないって思ってるんですよ。いわゆる無神論者という、別に信じてる人のことを別に否定もしないんですけど、僕個人はいないんじゃないかなって思うんです。いろいろニュースとか見てても、じゃあ神様いたらなんで戦争なくならないんだみたいな思うし、何より何の罪もない子供たちがね、事件に巻き込まれてるなんてのワイドショーで見たりするじゃないですか、僕は神様やったら絶対それだけは止めるなと思って、だ神なんていないなって僕は思ってるんですよ、はい、ちょっと話変わるんですけど、大阪にすごい綺麗な女の人が優しく徹底的にいじめてくれる店があるんですわりかし長時間にわたって、はい、こっちがわりかし思い切ったお金さえ出せば240分いじめてくれる店があるんです。長いじゃん、4時間、はい、はあはあ、長い、そこたまに僕はリフレッシュも兼ねて行くんですけど、はい、徹底的にいじめられた後にそこ寝転びって言われて地面に寝転ばされたんです僕、はい、でその時に、顔にね、はい、座られたんですよ、はい、女性に、女性に、はい、そう顔に座られた時に、はい、その女性のこのお尻の形と、はい、僕のこの顔の形がこうぴったりあって隙間ゼロになったんですよ、はい、もう本当に隙間ゼロで、ゼロや、その時に、うん、あ神様っておるかもしれんなと思います2年ぐらい前になるんですけど、はい、
北海道旅行に行こうっていうことになったんですよ、夏に、はい、夏の北海道ってすごくいいって聞くから、はい、行こうっていうことになって、まあ僕とその一人あのうだつの上がらん放送作家の佐田っていうのもいましてね、でもう一人ぐらい誰か行った方がええなと、男二人も気持ち悪いし、三人ぐらいで行こうかって言うた時に、やっぱりもうみんな忙しくてなかなか仕事がね、急にそんな北海道旅行行ける人なんていないから、そうなってきた時にどうしてもしょうがないのが、まああそこにおる彼なんですけども、で彼をね、じゃあ行くかと、まああんまりあれやけど、まあ、じゃあありがとうございますって言って、でなんかね、ちょうど何年か前に北海道に彼女がいて、その子に聞いたら北海道のいい旅館とか、はい、ちょっと僕は調べれますよと、あ、じゃあええやんかっていうことで3人で北海道旅行2年前に行ったんですよ、はい、で本当にあの気候も良かったし、天気も恵まれたし、食べ物も美味しいし、温泉も最高で、はい、あ、楽しかったなって言って帰ってきて、でそれからまあ1年後ですよ、まあ、まあ正確には10ヶ月後ぐらいやけど、今年の夏もどうしようかってなった時に、もう一回北海道行けへんかって、あんなに楽しかったから、今年も行ってもええんちゃうかって言ってたの。ならその佐田が、あ、いいですねって言ってたら、三股が意外とね、うんっていう感じなの。これなんやねん、どうして三股って言ったら、あのちょっといいですか、僕はすごく嬉しいんですけど、僕から一つお願いをさせてもらえないんですか、僕は去年の北海道旅行本当に楽しかったと、でも僕は松本さんより後輩だし、確かに年も下だけれども、そこまで下じゃないじゃないですか、はい、そんな僕がね、北海道旅行全部松本さんに出してもらったことが自分で自分が許せないんですと、で今年ぜひ連れてってください、ただ僕は残念ながらまだ売れてないです、お金もそんなにないです、だから自分の飛行機代だけでも出させてくれないですか、それなら僕行きます、おい、ちょっと僕感動したんですよ、うん、なるほどな、うん、あ、もうお前、まあ、そんなん別にどうでもええわって言ってたんですけど、僕は実は心の中では割とこう、あ、こいつ男気あるなって思ったんです、でも、まあ、北海道旅行行こうかって、最初は全部僕が出すじゃないですか、どっかでこいつが飛行機代をね、だあのこれよっていうことなんでしょうね、でも僕は全部出して、まあ楽しい楽しい、でも全然こうなんかそういう気配もなかったんですけどね、で、あ、楽しい楽しいって、帰り最終日、千歳空港の飛行機の待ち合いのところで、三股の顔つきが急にパッて変わった、松本さん来たで、あ、これ来たなって思った、そしたら三股が言ったのが、あの2日目に建て替えた喫茶店のお金払ってもらいますえぇ、ー未だに飛行機代出してもらって、おちょっと入り変えてきたな、はい、実はね、今温泉、北海道ね、2年連続行ってるんです、ほいで今年も北海道8月の下旬行くはずだったんですよ、松本さんに もちろん全部出していただいてね、佐田と、はい、なんですけど、これがまあテレビでも松本さん言ったんで言いますけど、まあ、お父様がお亡くなりになられて、ちょうど北海道温泉行くっていう時に、北海道温泉、はい、だったんで、もちろんあの温泉は全部キャンセルして、やれ松本さんお通夜だなんだありますからね、でも僕は空いてるわけですよ、でじゃあもしよかったら大阪で2日間ぐらいゆっくりしないかって言ってくれて、まあ全然僕は、あ、空いてるしもちろんですって言いながら、まあ大阪の方に僕は向かったわけですね、ほいで松本さんはその日お通夜終わってスイートルームを取ってくれてね、僕と佐田とみんなで泊まれるように、でそこで会って、ほいでまあ僕は普通通りこう明るく振る舞って、でご飯食べに行って、で お酒飲みながら、たまに言うんですよ松本さんが、いや親父死んでたわみたいな、で俺はジーンってうって泣きそう、なんかうっとくるんですけど、まあ、そこは明るく、いやそうっすよねみたいな感じで、まあ明るく振る舞ってたんですよ、はい、でまあ部屋戻って、みんなで同じ部屋ですから、スイートで、で一番奥の部屋が松本さんで、隣の部屋が僕と佐田と思って、じゃあ明日も早いからそろそろ寝ようかってみんなで各部屋に戻って寝たんですけど、なんかスイートルームっていうテンションもちょっと上がってるのもあって、朝6時7時ぐらいにちょっと目覚めて、で
なんていうのいい感じのリビングみたいなとこあるんですね、スイートなんで。そこで僕一人でコーヒー飲んでたんですよ。ほいなら朝方6時7時バンって奥の部屋から松本さん出てきて、全然寝られへんわって来たわけですよ。わやっぱいろんなお父さんの思い出がガーッ駆け巡ったんだろうなと思った。ああそうですかっつったら、見まってお前聞いてくれよお前、俺東京からよお前ちょっと DVD 持ってきてよバーン見たったんや。ほいだらお前よ全然その隣のお姉さんが始まんねえんだよ。じゃあ最初の10分がよ天下とかの CM が長いわけよ。それがお前もう全然早送り聞かねえんだよ。ほいでその隣のお姉さん始まった時にはもう俺全然興奮してねえんだよって、そのお父さんを亡くなられた日に東京からわざわざエロ DVD6 本持ってたんですよ。すごくないこれ。今日せっかく三馬さんのホームといいますか、はい、ホームではないんですが、まあ、ね、いやホームですよ。あホーム、はい、なんでちょっと、うん、一回滑らない話のテレビでやらせてもらった三馬さんの話をしたいと思うんですけれども、うん、6年ぐらい前ですかね、三馬さんがその時ちょうど大井龍馬っていう舞台をやられてて、で僕は中岡慎太郎で、まあ、龍馬やったんですよ。でその時にご飯食べに行こう大輔言うて、でその練習終わりかなんかで行ったんですよ。でそれがなんか手羽先の美味しいところあるから行こう言って、で連れてってもらったら世界の山ちゃんっていう居酒屋で、いや知ってるわ思いながらチェーン店チェーン店ね。ほんで手羽先死ぬほど頼むんですよ。でなんか何人前とか、いやもうゆっくり行った方がええんちゃいます、いやもう5人前とか。ほんで手羽先食べるんですけど、こう食べ方書いてあるじゃないですか、うん、お箸のところに、はい、でこうパキッてこういう、はい、ねシュッてなったらこうパキッて取って、でこう入れてグーじゃないですか、はい、で僕綺麗にグーっていくんですけど、三松さんもう全然歯がなんかおかしいのか、グーって肉半分ぐらいついてるんですよ。それをすぐもう骨壺入れるんですよ。いやまだついてるやもったいない、いやもういいだろうみたいな、で そういうのがあって、はい、もうなんか腹立つなとか思いながらいてたんですよ、はい、ほんなら新大久保っていうところやったんですけど、はい、なんかね何歳ぐらいの40歳ぐらいの外国の、まあ、フィリピンの方やと思うんですけど、もう あなた知ってる、あなたテレビ出てるって三馬さんがその時顔さしたんですよ。で、おーみたいな、うん、もうそのおばちゃん見たらもう歯もうなかったんですよ、一本しか。で多分おばちゃんも食べた半分残すような人でしょうね。ほんでそのおばちゃんがあなた好きみたいになって、で三馬さんに言う、あそうですか言うたら、一緒に飲もうよみたいな。でもう三馬さんってあんなわけがわからん、もうって言うて、いいだろモテたんだからいいだろ俺独身なんだからとか、いやいやいいですよ。ほんでご飯食べ終わって、じゃあ大好きカラオケ行こうってなって、いやカラオケいいんちゃいます、一緒に行きますみたいな、その女の人誘ってもうええてって言うて、わけわからん人やろって言う、はあもういや俺一緒に嫌やって言う、でその龍馬の話とかしよう、いいだろ俺がモテてんだからっつって、じゃあ行きましょうかって、ほんで行ったんですよカラオケね。なんかその女の人はなんかテレサテンとかなんか歌ってるんですよ。で好きだなテレサテンとかでテンション上がってるんですよ、はいはいはい、で結構長めにいて僕トイレ行こう行ったんですよ。でトイレから帰ってきたら部屋のこんな丸い窓あるじゃないですか、はいはいはい、こんな窓、はい、でそこ開けて見よう思ったら三馬さんその女の人とぶっちゅーキスしてるんですよ。でもキスしてるやん思って、何やってんのよ思って、でわーって入っていって三馬さんって言って、もう帰りましょう今日って言ったら、え、もう帰るのかみたいな、いやもう帰りましょうって言う、でもあんたも帰ってくださいありがとうございましたって言って、で一人2000円取ったんでしたっけ女の人がじゃあ2000円みたいな、さっこの使わないねっわっこもうええやん2000円取らんで、いやこれはもうけじめだからっつって、なんでで2000円持ってで女の人帰らはって、三馬さん、うん、なんもうね、うん、居酒屋でしかももうおばちゃんで、うん、あんな歯ない人ほんまに「よきするわ」言うて、
ほんまに なんかどんな病気持ったか分からへんねんと、うん、風邪かなんか分からないですけど、うん、そんなのやばいでっつってて、うん、したらあかんって言うて、うん、ほら、うん、すまないなっつってで帰るのかな思ってちょっと大輔あのラーメン付き合ってくれっつって、うん、でラーメン屋さん行ったんですよ分かりましたっつってでラーメン来て僕バーッ食べてて、うん、俺美馬さんもなんかスープしか飲まないんですよ、うんでスープバーッ全部飲んで、うん、で麺残して大介行くぞって言ってえいや食べてへんよ麺いや行くぞっつってほんで店の前出たら急にドブンとこでバルバルバル吐いてうらら吐いてうわっ皆さん吐いてるやんどうしたって言うたらこんな長いタンつけながらこれで菌死んだだろって言ったえこれで菌死んだスープの温度で殺してんねやラーメンスープはぁラーメンスープで消毒をラーメンスープで消毒したんですよちょっとこれは滑らない話というよりは僕の思いみたいな話をまあまあ思いを言うな、はい、聞きましんじゃないですか僕なんかアイドルのこうと番組やってたりして、あの割かし国民的人気グループみたいな子の番組の司会みたいなのを、うん、結構長い間やってたりとかしてですね、うん、あの割かしこうやり取りの中でまあセクハラじゃないですけども過激なことを聞いてこういやーみたいななるノリが結構あったんですよ、うん、でまああのこれ本当にほとんどのそのアイドルのファンの方ってすごい熱いんですけど、うん、もう本当にほとんどのファンの方は、うんわりかしあの好意的に受け取ってくれてあのありがとうございますなんか新しい一面見れましたみたいなのを言っていただく嬉しいこともあってもっとガンガン言ってくださいねみたいな言っていただける声も届くんですけどもまあやっぱりごく一部本当にあのちょっと怖い熱狂的なというかねあのわりかし平気でこうなんていうんですかね殺人予告みたいなの届いたりすることもあるんですよであのそれぐらいならいいんですけど本当にあの結構行き切ってるなっていう人で直接言いに来る人がいるんです僕の全く関係ないあの握手会のイベントとかにパッて来てあのこの間あのテレビ見ましたけど、うん、もういい加減しろよみたいな言われることあるんですよ、うんうん、でそんな中で一人あのお前あんなことやって本当あの子たちのことお前狙ってんじゃねえだろうなみたいなこと言ってくる子って、うん、その時にまあ僕もきっちり言うとこうと思ってあのなお前どんだけ心配してるか知らんけど、うん、俺はあんなションベン臭い女興味ないねん帰れって言ったんですよ、うん、だその時にまあちょっと誤解を解きたいなと思うのはこのションベン臭いって僕が言うたのは実際彼女たちがそのションベンの匂いするわけじゃなくこの年齢が若いあの未成年の子の、まあ、未成熟なところを比喩表現でションベン臭いって言っただけで、うん、本当にションベンの匂いするなと思うなよというのを言いたいしあの実際の時にこうパンツを下ろした時に女性の一瞬だけションベンのファッっていう匂いは嫌いじゃないぞっていうなんなじゃあせっかくね開会宣言を佐藤宗幸さんにしていただいたんで、はい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 、ちょっとあの宗さんとの話があるんですけど宗さん、あの僕もあの三又の番組っていうのをねこの宮城でやらせていただいてて初めてこうゲストで来ていただいたのが佐藤宗幸さんなんですよでまあいろいろ宗さんにこう失礼なことも言ったりしながら宗さん全部笑いに変えてくれる例えばその最近ちょっと宗さんあのビブラートが強すぎるよとあの広瀬がワンワンワンっていうのがちょっとマネージャーさんも言えないぐらいひどかったんです実ははい、それをスタッフに代わって僕が宗さん最近ちょっとビブラートひどすぎましただから今日僕感動したのは、うん、めっちゃ今日抑えてたんですよへえ、はいうん、そこもちょっと今日ジーンときたんですけど、そんな失礼なこと言っても笑いに変えてくれるし、でそんなトークをしてる時に僕ふっと思い出してたのがその僕が高校時代ねこの仙台で過ごした高校時代のを思い出してっていうのは僕が10代の頃ってこう仙台ってこうなんか知らないけどパンクがすごい流行ってた音楽の、はい、で僕もなんかセックスピストルズとかに憧れて、うんまあ、あのパンクファッションとかしてたんですけど、うん、仙台にあの一軒だけパンクショップがあったんですよ、うん、ブラックっていうね、うん、でそこでみんなバイト代握りしめてあのパンクファッションをこう買うわけですよでその時にこうバカげた噂で、うん、いやこのパンクファッションのこのブラックっていう店なんだけどここ実はあのフォークシンガーの青葉城恋歌のね佐藤宗幸が
経営してるらしいぜっていう噂があって、いやそれはひでえ話だなと。あんな、いやあんなガチガチのフォークシンガーがね、パンクファッションのね店を経営するなんてひでえなーなんて話があったんですよ。それを時を経て僕宗さんに、はあって思い出したって、高校時代ねこんな噂あったんですよ宗さんって言ったら、宗さんが、あ僕ね4年やってたよって言って、本当に経営してたんですよ。俺さすがに俺驚いて、ちょっと待ってください宗さんと、これ笑い事じゃないと、僕バイト代握りしめてね、もう一生懸命買ってて、青葉城こういうたのね、フォークシンガーがパンクファッションの店はまずいっしょって言ったら、いや宮本君聞いてくれと、実はこれには深い理由があって、もうその当時ね宗さんね、あのやっぱり先八先生とかでもすごかったから、PTA のこういう集まりにもよく呼ばれてたんですって。その時に行って5曲ぐらい歌って帰るっていう仕事だったんですけど、もう1曲目からなんかその PTA の父兄さんがガヤッガヤしちゃって、で宗さんブッチン切れて2曲目で帰ったんですって。でその時に宗さんが思ったのは、この PTA のガキどもからなんとかして金踏んだくってやろうっていう、ほいでパンクショップを経営したっていう、あの人が一番クレイジーだったんですよ。驚いちゃって、はいはいはい、どうも、いや着陸した、いきなり着陸した、ね、ちゃんとポン着陸したんですよ、ポン、はい、っていう宗さんの話でした、はい、話、はい、でした、はい、結局なんでこうなっちゃうんだろうっていう、自分が嫌になっちゃう話なんですけど、はい、結局って何やったんや、座ったまあね、本当に僕今47なんですけど、はい、もう10年ぐらい続いてることなんですけど、やれ松本さんを中心とした忘年会だとか誕生日会だとか呼んでいただくんです、はい、でもメンバーは全部最高40人ぐらい集まるんですけど、松本さんをピラミッドにね、みんな吉本の芸人さんです、そこに僕だけ一人オフィス来たの武志軍団の僕がポンと入るんですけど、これは基本やっぱり松本さんにある意味呼ばれて行ってるんですけど、まあ、そこはなんかお約束でみんながいい感じで飲んでると、松本さんが、まあ、合図みたいな感じで、あれっていうか、なんでお前吉本のこの集まりに三股がおんねんみたいな、そうすると俺がバーンって立ち上がって、ふざけんなこれ吉本は武志軍団なめんなよって、そうすると吉本芸人がみんなで僕をブワーって突っ込むっていうのがあるんですよ。ただ突っ込むだけじゃないんです、ブワーって何十人に突っ込まれてバーってみんな離れると僕パンイチにさせられてるんですよ、はい、でまたその繰り返しやってると最終的にはこう大輔が、僕パンツ一丁ですよ、すっぱだかパンツ一丁のこのパンツのもう布なんて少ないじゃないですか、その布をちぎって最終的にはスポンポンにゴム一本になってるんですよ。そしてそのゴム一本をじゃあどうするかっていうと、ハサミで切って一本の紐みたいにするんです。そうすると僕の玉を結び出すんですよ、そのゴムで。そして吉本の芸人20人20人でそのゴムを使って僕の玉を中心に綱引き大会が始まるんです。玉がこっち行って、あいたたたたた、あいたたたたた、あいたたたっていうのがあるんです。それだけじゃないんです。居酒屋ありますよね、そこのなんか上にこう柱みたいなのがあって、僕結ばれてるゴムがピューッとある、大輔がそのなんか柱に一回こういうふうにかけて必殺仕事みたいにして、行くぞってうんってやるんです、ビューンってなるんです。そんな繰り返しなんです。昨日もね、昨日も実はちょっと松本さんのねお誕生日会をちょっと昨日みんなでやったんですけど、昨日もひどいんです。お店にねこうバースデーねおめでとうみたいなあるじゃないですか、その紐に、その紐結構固めだったんですよ。で大輔って俺小声で言ったの、これはまずい、玉ちぎれるから。だけど大輔は大丈夫です大丈夫ですって言って、また結ばれてなんか紐して、で甲本もなんか端っこ持って、
で最終的にその紐になりますよね。そこをなんか知らないけどプロデューサーがブワーッと走ってテープカットするっていうダーッてなるんですよ。そんな繰り返し僕10年やってるんです。どう思います？やったよ。クエスチョンで終わった初めてよ。投げかけるな。これこの間の話なんですけど、この間、はい、仕事終わりに、うん、今田さんと、うん、徳井と、うん、僕で、うん、ご飯食べに行ったんですよ、うん、で徳井がいやちょっと今日僕後輩と約束してまして、その後輩が、うん、女の子を呼んで来るんですわみたいになってて、ほなみんなで一緒にご飯食べようかって、でその女の子も来て、後輩が、初恋太郎ですね、うん、っていう、はいはいはい、でみんなで飯食ってたんですよ、うん、でまあ食べながらでまあ得意とかがちょっと自分ら S か M かどっちなみたいな、まあそんな話するじゃないですか、うん、ほんならその女の子が両方 M やったんですよ、うん、ほんで今田さんみたいにちょっとやっぱりもうだいぶ S なんで、はい、ちょっとこう喜んではったんですよあ、こう来たなみたいなでずっとその女の子に、うん、どんなことをしたことあるとか、うん、で今彼氏はいんのとか、で今両方付き合ってて、で今彼氏にこんなことされるんですとか、もうものすごい、それもエロエロい話なんですよ、はい、ここで言えへんような、はい、なんか、はい、でうわエロいなって聞いてたんですよ、うん、ほんで今田さん見たらもうものすごいグーなってはるんですよ、もう S の血が騒いだというか、そうなんやろな、あほんでほんでおお言うて、うん、みたいなお酒飲んでやるな、あれやるんですよ、やるな、うん、いやほんでほんでほんでみたいな、あ今田さんもう入ったはんなと、うん、ほんでその女の子らもエスカレートして、いや実は言うてない話があって、こうこうこう、うわすごいな言うてたら、うん、今田さんのとこからガコンって聞こえたんですよ、うん、ガコンガコンって聞こえたんですよ、ほんでガコン言うたなと思って、今田さん見たら、うんほんでうん言うて、うん、あれ今なんかやらはったなと思って、うんうんうん、でもまあ気にせんと話終わって、うん、でその頃ご飯食べて帰ったんですよ、うん、で、うん、今田さんなんかあの女の子らの話の途中で、うん、ガコンって聞こえたんですけどって言ったら、うん、もういや違うねギーってなりすぎてな、奥歯折れて奥歯折れた、奥歯がガコンって折れたんですよエロいな、騒ぎすぎやんか、血が騒ぎすぎて抑えきられへんか、抑えきられへんくて奥歯折れたんですよ、ガッて、で しかもそれを言わないっていう、恥ずかしいからもうスッて死んだよな最近やったお話でございます。新潟に映画のロケかなんかで行ってて、でみんなでタレカツ丼いうのが有名や、はいはい、なんか醤油系のなんか、まあ、豚なんですけど薄いのが3枚5枚とか選べたり、いろんなセットいっぱい、ファミレスみたいな感じにも郊外型でなってて、でもややこしいことになる時ありますやん、その注文、はい、8人だか10人ぐらいで行ってると、もう品川おったり矢場の川島おったり、役者やってる三浦正樹おったりね、プロデューサーやらなんやらで、ピピピいうやつおばちゃん持ってくるんですよ、メニューね、オーダー取りに。それもう書くやつやないから、もう融通機会のか知らんけど、はい、それぐらいもいけるやろう思うんですけど、品川がまず僕タレカツ丼ちょっとご飯少なめって言いよったんですよ、はい、ないですよねそんなご飯少なめの項目が、はい、だからまあ言ってほな川島が、あ僕なその分の大盛りにしてくださいって言って、いやいやまあまあもうややこしいな、もうややこしい、兄さんどうしますか、俺はちょっとあんまお腹減ってなかったんで、まあミニタレカツ丼のでええわ言うて、エビフライと、まあ、タレカツが2つぐらい乗ってる小さめのやつ、ほんで今度三浦が俺もそうやったらカツカレー大盛りにしたいとか言い出して、もうその分ご飯も足れへんから、ほなもうそれは大盛りな言うて、ほなこっちでプロデューサーが、いや僕ちょっとご飯少なめでいいですけどとか言って、いやもうよろしやんかと、もうそれぞれがもう来てからでええんちゃいますおばちゃんシェフに聞いてきますとか言って、シェフってとか思いながらいやいやいや、よろしいよろしい、
かんね、まあ、こっちでやります、こっちでやります、うん、で大盛りじゃ少なめやね、少なめはええです、もうそれは後でこっちでやります。でまあまあ大盛り川島の大盛りとで、こっちのプロデューサーもタレカツ丼5枚のやつね、少なめで言って、三浦はもうタラの大盛りのカツカレー、でこれみんなで分けるでそれぞれで最終的に来たんですけど、あの僕のミニタレカツ丼がご飯少なめなんです。嘘なやな。こちらミニカツ丼少なめです。何にも言ってちょっと今日メンバーにいないんですけど、はい、あの宮迫博之君の話なんですけどね、宮迫の、はい、はい、3,4 年前なんですけど、その当時リンカーンっていう番組が、ね、やってましたよ、ね、はい、で松本さんと宮迫もちろん一緒に出てるじゃないですか、うん、で番組終わりその食事に僕が合流するというね、はい、そうするとまあ僕必ず「あ今日もリンカーン終わりですかいいっすね」なんて言うと、まあ、松本さんが気を使っていただいて「いやいやっていうかよ三股お前最近カメラ前でなんかちゃんと仕事してんのか?」って聞いてくれたんで、ちょうどその時僕芸歴20何年で初めて司会の仕事をちょっと CS の方でやらせていただいたんです。まあちょっと大人なチャンネルなんですけど、その全日本潮吹き選手権っていう番組があって、全日本いいですか、全日本潮吹き選手権っていう番組の司会を僕やらせていただいて、まあ簡単に言うと3人の AV 嬢が僕がストップウォッチで用意スタートって言って、誰が一番潮を吹くかっていうのを僕が実況しながらねあれするっていう番組が、そんな話をしてたら、まあ、松本さんも、まあ、宮迫も、ああなんじゃそら、はいはい、すごい番組あるもんやなみたいな感じで、うん、まあまあ松本さん喜んでくれて、で松本さん先に帰ってまあ先に松本さん帰ったんですよ、ね、で僕と宮迫だけ二人きりになったら、なんかさっきまで全日本潮吹き選手権でキャッ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 宮迫言ってたのに、いや三股とさっき兄さんなんか笑ってたからあれだけど、お前な全日本潮吹き選手権お前一応三股なあのそういう仕事断る勇気も必要やぞ、ね、やっぱお前だって親兄弟姪っ子一個いるだろうと、もしそういうのを姪っ子一個とか見たらどう思うみたいな感じで、やっぱ断る勇気も今後は必要だと思うぞって言われたから、俺も分かった宮迫ごめんななんか気をつけるわなんて言ったら、なんかしんみりしちゃって、なんか宮迫が気を使ってくれて、男2人で飲んでてもしょうがないから なんか女の子呼ぶわって言ってバーって女の子に連絡してくれて、3、40分して女の子バーって登場したら、なんと全日本潮吹き選手権の優勝者来たんですよ。こんな奇跡あります？受けそうなったんですけど、はい、要はあの閉店のお知らせの店にこう貼ってありますんで、理髪店が長い間ご愛顧いただきましたが、でも古い感じになってお辞めになるので、そんなんが何枚か最近見かけてて、つけ麺大王チェーンでもう中華ですね、で目黒のとこの前通りかかった時、やっぱシャッター閉まってて張り紙してあるんですよ、ものすごい丁寧にこの度長らくご愛顧いただきましたが、都合により閉店の運びとなりました。今までご来店いただいた方々には深く感謝をいたしまして、今後の生活により豊かな生活が訪れ、健康で幸せな人生が築けますようにお祈り申し上げております。最後大王なんです。いやそこはもうそこはしょったらぐーんと上からのね、くるる祈っとるぞ、そこはもうつけ麺もいる。双子玉川っていうあの駅の横のビルのイタリアンレストランで、当時あのドラえもんの声やってはった大山のぶさんが、ペペロンチーノーって言ってありました出すみたいに出るのかな注文するから